はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、ちょまらまたけしです。今日も元気に、エルメ次マーボーをやっていきたいと思います。ということでですね、今日はね、はい、皆さんにね、新テーマ情報が解禁されましたんでね、そちらをメインに、もちろん撮っていきたいと思うんですけど、皆さん、いい情報と、悪い情報がありますけれども、どっちから聞きたいですか？どっちから聞きたいですか？じゃあ、悪い情報からよっか。その後にいい情報もあるから。いい情報もあるんでね、しっかりと。まず、まあ、これはいい情報でも何でもないんだけど、まず、はい。はい、新テーマ解禁しました。まあ、これはいい情報でも何でもなくて、別にこれは当たり前じゃん。まあ、2週間に1回テーマはね、切り替わるので、新テーマが来ました。それが、80年代テーマですね。はい、80年代。だから、80年代に、皆さんが、下手したら皆さんが生まれる前にですね、活躍した選手たちが続々と登場するテーマで、まあ80年代でもね、ラリーバード、オラジュアンとか、まあみんなが知ってる選手、まあジョン・ストックトンとかもみんな知ってるかな、あとドミニク・ウィリキンスが、まあたびたび登場してるんで、NBA2K モバイル、まあもちろんマジックは有名だと思いますけどね、マジックは知ってると思いますけど、80年代に活躍した選手たちが登場しております。まあジャバーとかもね、いるからね。はい、ジャバーも80年代。まあ90年代にも活躍した選手もいるけど、まあ80年代に NBA に在籍してた選手が来てます。で、イベント情報ですね。このイベント情報が申し訳ない。僕の力不足で嫌な情報となってしまいました。運営さん。運営何してくれてんだっていう話ですけど、まず2月、30日かな。2月30日、金曜日から始まるイベントが、まあ1週目のイベントが、おばたです。この前来たばっかっすけどね。もうおばたがまた来てます。で、まあしょうがないね。ちょっとだから、鬼畜イベントですよね。おばたちょっとあんまり苦手って方も多いと思うんですけど、まあおばたが来て、まあでも、まあまあ、でも感想はできるからね、まだ。まだおばたは感想はできるんで、感想はできるんだけど、その、ストリークボーナスだよね。だから連勝記録ボーナスを狙おうとしたら結構きついけどって話だから。おばたもまあ、まあでもきついから、連勝ボーナスがね、きついからね。はい。で、その報酬が、パープルサファイアが、デニス・ロッドマンです。はい。で、デニス・ロッドマンは、見ての通り、リバウンドがやばいですね。リバウンドがもう6メーターマックスっていう特殊能力が発揮されてますんでね、ぜひとも、まだ持ってない方はゲットいただいて。はい。で、続いて、アクアマリンが、隣にいます。あ、ジョン・ストックトン。はい。ジョン・ストックトンも、まあ、優秀なガードですね。スリーもあるし、プレメもついてるんで、はい、ガードとしては申し分ない感じでございますね。まあ、ポストスコアリングとフィジカルが、もう、1しかないんで、ちょっと壊滅的ですけど、まあ、その辺はまあ、ガードなんでね、まあ、しょうがないと思えば、まあ、割り切れるんですけど、まあ、こんな感じです。そして、続いてが、ガネが、これか。はい、僕全然知りませんけど、アレックス・イングリッシュ。まあ、ただ、パラメーター的には、まあまあ、そこまで悪くない。結構、まあ、5とかが、5メーターが1、2、3、4、5、6、6個あるんで、まあそこまで優秀な選手ではあるのでね、まあぜひこの機会にゲットしてみていかがでしょうかという感じが、まあオーバータイムの、まあ一応ポイント報酬のところではね、ゲットできる感じになっております。まああとノーマル報酬、ノーマル連勝記録とかでまた別の選手ゲットできると思うんですけど、まあとりあえずこんな感じです。はい。で、続いて3月8日ですね。はい。3月8日のイベントが、はい。すいません。来てしまいました。ついに。ドミネーションでございます。ドミネが来ます。はい。で、ドミネーションのイベント最高報酬が、ただバードですね。バードはまあやばいんで、ぜひ皆さんゲットしてください。パラメータがやばいです。パラメータがやばいです。だって5個のメーターが7個ありますからね。で、そこはもう敏捷性とフィジカルも4つ来てるし、パラメータがまあやばいんでね。はい。ぜひ。バード持ってない方はぜひゲットしていただきたいですね。パラメータがやばいんで。ただ、鬼畜のドミネーションなんで頑張ってください。はい。なので、自動的にオラジュアンはガチャゲンですね。オラジュアンがガチャゲンになりますんで。はい。まあ、オラジュアンも優秀なんでね、ゲットしたいんですけど、まあガチャゲンなんで、だから、これが廃課金専用ガチャできたら狙うかって話ですよね。うん。ただ、ちょっとこの後のいいニュースにちょっと関わってくるんで、ちょっとね、ワンチャンオラジュアンを見送る可能性があります、今回。実は。はい。それはまたお湯話します。なぜかっていうのは。はい。そして、アクアマリン報酬が、スパーズの英雄、ジョージ・ガービンですね。はい。で、こちらがポジションチェンジ。今回のポジションチェンジ枠で、
いつも多分スモールフォワードだと思うんですけど、今回シューティングガードで登場でございます。はい。まあ、ポジションチェンジで来る。毎回、だから一選手入れ、一テーマに、一選手、二選手は入ってるんですけど、このポジションチェンジ枠が毎回レギュラーになりましたけど、まあ、それが今回このジョージ・ガービンでございます。まあ、基本的に80年代のもう本当に、エリスグリのね、もう超一流選手が揃ってるんで、基本的にパラメーターは本当に全員やばいので、まあ、ぜひ皆さん、ゲットしていただこうと思います。で、続いて、これか、ガネ報酬はビル・レインビアでございますね。はい。悪童と言われた当時の、バッドボーイズ・ピストンズの、まあ、ビル・レインビアが登場でございます。はい。だから、その他の報酬はわかりませんけど、まあ、マジックをね、欲しい方も多いと思うんですけど、まあ、コバのやつなんですけど、まあ、一応、コレクション集めれば作れますんでね。9個とかだったらね、いっぱい作れますからね。今回、あと、おばたは、コレクションがね、普通のイベントよりもいっぱいゲットできるイベントなんで、まあそんな感じでございますね。ちなみに、あ、ちょっと今チラッと見えちゃったけど、はい。ロードマンはこっちの報酬でゲットできます。はい、そんな感じですね。はい。で、いい情報ですね。はい。さっきチラッと見せましたけど、はい。ルーキー2024年も、なんか来てるけどっていう、ね。気づいた人もいると思うんですけど、なんとこちら、ドラピ祭りです。ルーキーイベントじゃねえんだ、ドラピなんだ。そしてそしてついに来ました、ウェンビーテーマ報酬で、ルーキーテーマで、パープルサファイアヒットパワーでございます。やばいやばいです、ウェンビー。これパワーフォワードで来てたらちょっと面白かったですけどね。はい。まあでもルーキーテーマだからポジションはチェンジせずにそのまんま来たって感じだね、今回はね。はい。そもそも初登場の選手が多いんで、ポジションチェンジの概念がそもそもないですけど。なんか後ろにロケットの背景があるけど、なんか、スターウォーズっぽい感じがしてますけどね。はい。ルーキーテーマで感じでございます。こういう感じですね。はい。で、ルーキーテーマドラピ祭りなんですけど、誰が出るかっていうのをまず話しておかないといけないんですけど、まず、一番最初に言います。ウェンビ来ません。ドラピバッテリーは来ません。いつもね、この最高パワーのやつは来ないんですよ。だからこの3選手、ブランドン・ミラーも来ません。まあ、ブランドン・ミラーは作れる、まあ、作れるけど、まあ、だからゆくゆくはコレクションがね、またトナメ報酬からボーナス報酬でもらえるようになれば、ただ、ルーキーはまだ多分ね、トナメのボーナス報酬まだ来ないと思うんで、これはまた先の話になると思いますけど、まあ、とりあえずこの3選手は、申し訳ございません。ドラピ祭りの対象外でございます。で、誰が来んのかっていう話なんですけど、まず来るのはアクアマリンとかガネとか各階級から基本的に一つずつ、一個の例外を除いて基本的に各階級から一枚だけがドラピから出ます。で、あとはガチャゲン。ガチャゲンというかまあ作れる選手もいますけど、まあドラピからは出ないということで。まずアクアマリン枠。アクアマリン枠は、はい、スコット・ヘンダーソン。あ、スクート。スクート・ヘンダーソンが来ます。まあ、これ結構ルーキーの中でも活躍してる方だと思いますんでね。知ってる方も多いと思うんで。はい。スクートは、ドラピン祭りの対象でございます。だから一番の筆頭あたり、一番の大当たりがこれですね。期間中は。はい。スクート・ヘンダーソンがアクアマリン枠で、来ますんで。だからこの残り二人は、これはドラピから出ないんで、ガチャで当てるか、まあ、後でおいおい、コレクション集めてもらえるかってことですね。はい。まあ、そんな感じです。そして、ガネ枠。ガネ枠が、ハイメですね。ハイメハケス。はい。これ結構注目されてる。たださ、全体を通して言えることは、やっぱルーキーなんで、さっきの80年代テーマとかと比べると、パラメーターがやっぱりちょっと低かったりはしますね。まあ、ルーキーだから多少しょうがない部分もあるんですけど、はい。まあ、ハイメとかもね、下手したら、新人王の一角じゃないかっていうね、話もあるぐらい活躍してるんで、これは、ガネ、狙いたいですね。はい。これがガネ枠ですね。はい。なんで、この二人は、ガチャゲンか、まあ、作るという枠ですね。はい。で、続いて、コバ枠。コバ枠が、これですね。ジョーダン・ホーキンス。こちらがコバ枠でございます。ニューオリンズ・ペリカンズのルーキーでございます。はい。で、あとは、まあ、出ませんと。で、続いて、ジルコン枠。ジルコン枠が、これですね。はい。デリック・ライブリーでいいんかな。ごめんね、俺はまだちょっとルーキーの名前全部が全部ちょっとわかるわけじゃないんで。はい。この、デレック・ライブリーっていう方が出ます。ジルコン枠ですね、これが。はい。はい。で、続いて、顔大枠。顔大枠が、キャム・ホイットモアですね。
キャムフォイットモアが出ます。そして、PQ 枠が、クリス・マレーですね。はい。これ、キーガン・マレーの、双子の弟？弟だっけ？はい。ちょっと兄か弟かわかんないですけど。弟かな、多分。はい。これが、まあ、出ますね。これが出ます。はい。だから、キーガン・マレー。でも、キーガン・マレーもあれか、パワーフォワードだったか。双子で出すっていうの。顔多分同じだと思います、多分。NB2K モバイルクオリティなんで、そんな双子の差も多分ないと思いますね。ユニフォームだけが違うだけで、はい、あの顔は一緒だと思いますね。はい、試合出ちゃえば同じ顔が多分出ると思います。はい、まあそんな感じでございます。そして、残りの、コズジャス枠ですね。コズジャス枠、この3枚は全部対象ということで、この3枚はとりあえず期間中は全部ドラピから出るということになってます。で、ちなみに、私はもうすでに、はい、こちらの選手、ジュリアン・スチュワートは、という引きました。これ、光ってるってことはね、ゲットしたってことなんで。はい、ジュリアン・スチュワートだけ、もうすでに引きましたね。はい、今日、初日で、なんとか初日引くことができましたんでね。はい。まあ、という感じで、まあ、とりあえず期間中はね、ドラピ祭り出ますんで、ただ残念ながらちょっとウェンビーがね、もうみんなこれ欲しいと思うんだけど、ウェンビー対象外なので、ウェンビーはガチャ、てかもう作れないんでね、これガチャゲンなんでね。まあでもそれはしょうがないから、運営もまあ商売でやってるんで、まあそりゃ、まあそりゃガチャゲンにしてくるだろうっていう狙いもわからなくもないんで、一概にちょっと運営も責められませんけど、まあそんな感じです。ただ、救うとね、ちょっと今回、これマジやばいと思うんでね、ぜひ。ルーキーの中ではパラメーターもやっぱり優秀だと思うんでね。ぜひ、もうドラピーぶん回して、ぜひゲットしてみてください。はい。で、期間なんですけど、期間じゃあいつまでなんだって話があると思うんですけど、はい。基本的にこのガチャの期間ですね。13日と10時間。てか多分アナウンスで、スタッツラインで書いてあるよね、多分。ここに出てくる。あ、これ書いてあるね、もうね。はい。まあ、現地時間の日付ではあるんで、多分3月11までかな。はい。3月11まで出ると思うんですけど、まあ、細かく知りたい人は何時間までっていうのを細かく知りたい人は、このガチャと一緒ですね。このガチャと一緒なんで、はい。13日と、あと10時間。まあ、だから約2週間。2週間ドラピーぶん回してください。出ますんでね。はい。ぜひいっぱいゲットしていただければと思います。まあ、ただ、アクアマリンガネは本当に、厳しいと思うんでね、ほとんど出ない。まあ、期間中にほんと1枚出ればラッキーで、まあ、コバぐらいも厳しいかな。まあ、ジルコンぐらいまでは、まあ、ちゃんと、まあ、全然ドラピぶん回さなかったら別だよ。普通にドラピぶん回してれば、ジルコンぐらいまでは確実に1枚はゲットできると思うんですけどね。で、顔台ぐらいからは、複数枚ゲットできると思うんですけど、まあ、コズジャスはめっちゃ出ます。コズジャス PQ はめっちゃ出ると思います。はい。まあ、そんな感じでございます。で、そうなんで、あれなんだよね。だから、ルーキーのガチャが、ガチャって本当にパックしかないじゃないですか。だから、ウェンビーの配課金専用ガチャがもし来るんだったら、そっち狙って、俺はオラジュアンをスルーすると思う。ただ、一個気になってんのが、気になってんの言っていいですか？今回、まあ、同時に来たかわかんないけど、パープルサファイア枠が3枚なんですよ。で、オールスターちょっと例外で、まあ、5枚来たけど、まあ、これちょっと覗いてね。これちょっと特別なんで。5枚来たじゃないですか。で、これもまあ、覗いて。だから4枚なんですよね、俺が言いたいのは。辰年テーマとかも4枚来てて、まあ、これはないか。辰年テーマ4枚来てて、まあ、オールスター特別で。で、だから3枚でちょっと少ないんですよね。ちょっと少ないんで、こっちのオラジュアンは、もうこっちでガチャで来てるじゃないですか。こっちでガチャで入ってるんで、もしかしたら、配課金専用ガチャ、ウェンビーの可能性ないっすか？逆にウェンビー、配課金専用で持ってきてくれたら、俺はオラジュはちょっと今回スルーして、ウェンビーに、もうベッド、全ベッドしようかなと思います。パープルサファイアの。まあ、オラジュはもうやばいんですけど、ちょっとぜひね、ちょっと、ウェンビー、せっかくなんでね、パープルサファイアでゲットしたいんで、はい。まあ、それを狙おうかなと思ってますけど、ちょっとどうなるかわかりません。ちょっとガチャだけだったら、さすがにウェンビーちょっとね、狙うのはね、たださっきか、あれ見えたじゃないですか。あれで、ただこっちもあれなんだよね、無料で出るやつじゃないんだよな、全部。ドラピから出るやつじゃないので、集めないといけないんで、こっちの狙い方。いや、せめてこっちのさ、5枚がさ、ドラピから出るやつだったらまださ、運営神と思うじゃん。なんで、ちょっと、
と今回だから、嫌なお知らせ、だから嫌なお知らせは、まあイベントが、まあドミネ来ちゃったっていうのと、あとウェンビーが、ガチャゲンですよっていうのですね。はい。ドラピから来ませんっていうので、はい。まあそんな感じでございますんでね。まあぜひ皆さん、まあとりあえずドラピ祭り、まあ無料なんでね、対象の、一部対象の商品無料なんで、対象の商品じゃねえや。対象のカードが無料なんで、まあぜひちょっとブッパしてね、ぜひより多くの選手ゲットしていただければと思います。ということで、今日はですね、まあイベント報酬、あとちなみにこのルーキーテーマも、この80年代の、まあミニイベも、今のミニイベも含めてですけど、スタボつきますんでね。はい、スタボ期間中2週間はスタボつきますんで、はい、たくさんゲットいただければと思います。ということで、今日はこの辺で動画の方は失礼したいと思います。また次の配信か動画でお会いいたしましょう。それでは、See you next time! バイバイ。いやー、分かってたよ。もうルーキーテーマ来た時絶対ウェンビーがガチャゲンっていうのは絶対分かってた、俺は。くそ。Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer.